え？ピエ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 。え？え？いやいや。え？ま、マジっすか？とりあえず報告します。アベレージタケオでセキュリティ、アベレージがカメラ見てて、タケオさんが後ろで見守ってくださいました。で、リアクター入ったら、ノッチンさんが死んでて、その横にショボスケさんが佇んでました。で、そうですね。なんで、もう、タケオアベレージ視点だと完全にショボスケさんがやりましたね。うん、まあ、アベレージさん視点だとタケオもあり得るんじゃないですか。ああ、ショボスケさんが作業してる横で殺して、あ、僕は本当に先は言い訳させていただければ、僕、はい、タスクを2回間違えてしまって、うん、ずっとタスクの画面だったので、全くごめんなさい、わかんないです。あの見たんですけど、4だったから合ってる、ね、はい、数は死体と2人と。おお。あーマジか、めんど、あー、やりましたね、アベレージをしました。いやでも僕キム無理です。とりあえず行動説明すると、待って待って、あー、OK、はい、どうすか、です、あ、ミュートか、 OK です。はい、高田さんミュート、高田さんミュートです。まあ、一応、説明します。ムーブ、カフェテリアから最初、メッドベイ入りました。で、竹尾さんともう一人誰かが入ったの見てキルが怖かったんでストレージ方向来ました。でそこら辺で停電になって、ノッチンさんの後をついていって、ノッチンさんが停電を直してくれたのを見届けてストレージ方面行きました。そこで、水色と黄色とすれ違って、そのままストレージで閉じ込められて、でメッドベイで死体あるかもなと思ってアドミンで、死体確認したらセンターさんも一緒に見てました。でメッドベイで死体なかったなと思ったんで通報をしました。以上。はい、竹尾さんと黒川クロムね、2人でペア行動してたんでやってないです。竹尾さんと黒川クロム、うんうん、あ、じゃああれか、クロムさんが最初メッドベイ入ったんですか。そう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 です。あ、了解です。メッドベイ2のエレクトリカルさんから2になり、ストレージ増え、アドミンでしたね。じゃあ僕白でいいっすよね、そしたら。いや、いつ死んでるか分からないから。え、オラフさんの、まあ、ストレージで殺せるとかってことですか、そしたら。いや、てかまあ最初10秒だからオラフさんの初動次第じゃないかなと思いますね。その行動自体は合ってるけどって感じ。北も来てないと思いますね、うん、最初カフェテリアから。右もね、来てなかった。下誰も来てなかったです。あれ、あれ誰動いたの？あれ？うん、カフェテリアで死んでるならアベレージさんなんじゃないかって思っちゃうけど。カフェテリアで死んでる。ああ、僕が殺した瞬間にレポートってことですか？そう。ああ、まあできなくない。レポートじゃなくてこれエマージェンシーだよね。そうですね、エマージェンシーです。はい。だって全員の通ったルートにいないってなるとさ。まあ確かにそうなりますよね。まあスキップします。高田さんは右上に来てたんで。いや、死体見つけからん、死体見つけ、ごまかし、てるてる、まあ。本当にオラフさん見てないのかな、誰も。でもずっとカフェテレいるはずもないしな。うん、そう。これはナイスキルだね。
に行ってコミュ使うか。マジっすか。とりあえず報告します。アベレージタケオでセキュリティ、アベレージがカメラ見ててタケオさんが後ろで見守ってくださいました。でリアクター入ったらノッチンさんが死んでてその横にショボスケさんが佇んでました。わかんねえ。ちょっといいですか、ごめん先、はい、連携お願いします。全員死んだ人もスタンプのね連携お願いします。はい、しました。はい、ほいほい。で、そうですね。なんで、もう、竹尾アベレージ視点だと完全にショボスケさんがやりましたね。うん、まあ、アベレージさん視点だと竹尾もあり得るんじゃないですか。あー、ショボスケさんが作業してる横で殺して、あ、僕は本当に先は言い訳させていただければ、僕、はい、タスクを2回間違えてしまって、うん、ずーっとタスクの画面だったので、全くごめんなさい、わかんないです。あの耳見たんですけど、4だったから合ってる、はい、数は死体と2人と。で一番最初に部屋に行ったのがアベレージさんでセキュリティに入りました。で続いてタケオが出てきました。セキュリティでアベレージさんの様子を見てました、うん、で2人で、リアクターそろそろ終わるかなっていう感じのところで戻ったら、うん、真ん中のタスクのところで、ショボスケさんがタスクをしている風な感じで足元にノッチンさんが、うん、死体がありました。まあでも確かに竹雄さんが殺してで僕に死亡証明してもらうためにっていうのもありえますけど、わかんないな、確定は無理。まあカメラ見てたんで、そうですね、もしかしたら竹雄さんが殺してからそのセキュリティで僕を見守ってたっていうのは、まあ、できなくはないのかなと思うんですけど、でもそれが竹雄さんから出たんですよね今。まあ、竹雄視点だとショボスケさん一択かなっていう感じなんで、うん、でも僕はまあ一応クルーメイトなんですけど、なんだろうな、テルテルはクルーメイトだというふうに多分視点的になると思うんで、ここでそんな押してくる、わかんないんだよな。ちょっと待ってくださいね、推理をしない。いやマジか、行っちゃう。僕はガチでクルーメイトなので、もう一回ボタン押して話してください。ちょっと一旦本人はちょっとスキップ入れちゃいました。あぶねえ、よかった、テレテレじゃなくてよかった。これでかいな、あの民情報出したんでかいな。黒し黒黄色、都合が良すぎてほぼないかなと思って。ああ、はい。竹を押しました、はい。一応ですね、薄い線を追うんだったら、ロアエンジンもしくはアッパーエンジンからベントで移動して、タスクしてる最中の2人のうち1人キルして戻っていくみたいなムーブはできなくはないと思います。ベント？でも、で見てたら違うねじゃん。ベントですか？それ、主張は。いや、まあ、薄い線の可能性、そうそう。いや、ないないない。だってアドミン見てて4だったから、リアクターが。じゃあそれはない。じゃあ、うん、じゃあ正直で、うん、でアベリスさん視点竹尾は絶あの黒にはならない、あ黒じゃない白にはならないんで、うんうん、まあ処理はペアでも、なんか投票で投票で結構絞れそうな気がしますけどね。ショボスケさんがインポスターじゃないんだったらテルテルの可能性があるから、昨日インポスターってあのスキップに入れてる気がするので、あ僕スキップ入れました。で3ピ秒入ってましたよね。うん、いや待って、そもそもあれじゃない、インポスター視点もクルメイト視点もテルテル怖いはずだから、それは何の情報にもなんない気がするけどな。僕は俺はもうショボスケのテルテルを切ったから投票した。あ俺も同じだって、絶対都合が良すぎる、ショボスケがテルテルだと盤面がね。だからていうかその死体の真横でタスクをやってるふりをして立ってたっていう主張だったと思うんだけど、竹尾アベレージの視点でね。そうですね、だった場合ってテルテルだったらそれを最大限生かすじゃん、自分の目の前に死体があるっていう状況を最大限生かすと思うんだよね。タスクやってないと思うんだよ、テルテルだったら。
あれ、これ変なこと言ってる。いや、合ってる合ってる。なんか、ちょっとでも、主体側に行くとか、あるいは、もうちょっと出口側に出るとかね。うん。タスクやるっていうのはないってことだよね。どうなんだろう、みんなの目線でアベレージさんと竹雄さんの中にインポスターいそうなの。え、てか、竹雄さん視点アベレージさん無理なんでしょ。無理無理。うん。あるならアベレージさんの方だ。あ、違う違う、竹雄さんの方だけってか。そうですね、僕視点だと。まあでも、連れてますか。いらないですかね。どうしますか。いや、怖い、ちょっと怖い。いらないし、ペアもいらないですね、これ多分。あ、了解です。うん、じゃあ引き続きタスクで頑張ります。うん、でも竹雄さんだったら弁当の可能性わざわざ引き合いに出すかね。これはあの日の再現ですか。これはもう僕は。もうキルしない方がいいよこれね。しょぼすけさんに塗った方がいいよね。任せるわ。任せます、任せます。ダスラーサボタージしようか。どこで死んでます？いや、セキュリティの十字路の真ん中なんだけど、うん、高田健士と俺がリアクターを直しました。はい。で、その後高田健士がセキュリティの方行きました、うん、で、俺がアッパーエンジンの方行って、すれ違ったのが先端ともう一人いました。これ、これで、アッパーエンジンの扉閉まりました。で、扉開きました、セキュリティ戻りました、高田健士の骨付き肉が落ちてたので、多分先端竹雄、ナスナパイのどっちかがやってる可能性なんだけど。ありえない、先端一緒に行動してる。てかあれ、はい、なんだっけ、場所どこでしたっけ。セキュリティの中、十字路、十字路、ちょいセキュリティより、ちょいセキュリティより。一応今回クロームアベレージは無理です。最後ね、アベレージさんバドミン周辺で一緒になったから、ね、途中スナパイさんと別れてって感じだったから、ほぼ分かんないけど。タケオさんはほぼほぼ一緒だからな。タケオさんがエレクトリカル。トリカル。エレクトリカルか。ベントで行けなくもないですね。ああ。何すな、入ろうとするスナパイさん視点だと先端さんは無理なんでしたっけ。無理無理、絶対無理。じゃあ、さかなさんのセリフですかね。か。てかもう、であれば俺がリポートする必要性がないですね。まあ、先端とスナパイさんがセキュリティ、ローアエンジンの方に向かってるのを確認してるのかかわらず、うん、セキュリティでやって自分でリポートする必要性がない。だって一緒にいるの確認できてるはずだから俺が。でもこれローアエンジンも閉まったよね、先端。うん。てか。スナパイさんと、てか、スナパイさんと僕がロア行ってるの無理だったんだったら、両方無理じゃね。そうだよ。俺は先端スナパイの2インポスター持ってます。え、しょぼすけさんじゃないの、しょぼすけさんは、しょぼすけさんは、それはおすけさんは高田さん、ああ。いや、だって成立しないもん、俺の目線。竹雄さん浮いてるだけで。竹雄さんは1インポスターあるけど。それだったら僕、キルされてそうだな、セキュリティ。ナイス。いや、先端さんのサポートがうまかったな、マジで。あ、ダブルヒーロー？先端の勢い。そうだよな。ねえ。あ、それしかないよな、やっぱり。正解だね、魚さん。釣らないのか。いや、これは、あとテルテルにビビって釣れない、やっぱり勢いもやっぱありましたよね。うん、
魚さんがセルフするというか、まあテレテレでテレテレと思われたいとか、テレテレの可能性も他視点あるだろうから。ショボスキさんは何だったんですか。じゃあ、あれはガチでタスクやってただけです。あれあれですよ。僕あのアドビン情報本当は5だったけど4って言って釣りに行きましたね。はい、リアクターになった後に、アッパーとロアの扉閉めて、僕はロアエンジンからベントでリアクターずっと待機してました。で、誰がテルテルだったんですか。テルテルは誰だったんだ。あ、ごめんなさい、僕部屋建て直したからテルテルオンにしてなかった。なんでか。これ僕のキアレスミスです。いない、いないテルテル、いないテルテル、テル掛け試合でした、これ。すいません。はい、すいません。まさに。いやー、あ、待って、しかも俺間違ってスタートボタン押しちゃった。今オンにした時。あ、やべー、大混乱、大混乱、始まる。間に、あ、間に合わなかったか。あれ、あ、あ、テリテル、いなくても、でもまあ、勝てたかな。まあ実質いなかったみたいなもんだったし、ショボスケさん釣った時にちょっと怖かったぐらいだったし、結局釣ったし。まあまあまあ。刺さったね、アドミン情報が。よかったですね。ボードは大丈夫です、見えても。ないけど、まあでも多分絞りきれなかったでしょ、竹雄さん。あ、大吉中、はい、大変申し訳ございませんでした。いやいやいや、びっくりした、びっくりした。本当に面白いね、ドッキリか。そういうドッキリだったんですか。いやマジでテルテルをその部屋建てた時にオンにし忘れました。あー、チャットで、まあまあでもね、いろいろご負担が多いですから。すいませんでした。いやー、まあ、なるほどね。でもアドミンご情報強いな。強かったね。俺もちょっと思考停止しちゃった。はぁと思って、2人のインポスターありゆうのあんのかなって。アベレージさんが数字のポチポチ、はいはい、ショボさんとノッチンさんが真ん中のポチポチで、それを遠くから眺めている竹雄さんがどっか行けってずっと待ってました。あー、じゃあもういやー、めっちゃ決まりましたね。レント待機でもう本当にす、もう僕をターゲット、僕というか、まあ、もう2人をターゲットにして。そうです、あの2人が出ていったタイミングで殺してすぐ弁当入れば、どっちかがタスク終了しない限り大丈夫だろうな。はあ、すごいな。めっちゃ、いやでもあそこ結構勇気いりませんでした。僕テルテルの可能性ありますよね。あるので。そう、怖かった、ちょっと。あそこだけ、そこだけケアしてました。多分僕とスナバイさんとビビりながら投票してた。あ、スキップしました。僕入れましたよ、もうここで釣った方が楽だなと思って。まあ、攻めきれないかなと。怖かった。まあやっぱね、一回はやっぱそういう山を越えないといけないですもんね。うん、そう。